青梅茅ヶ瀬店に新たなレンタル車両を導入するという名目で大散財をしてしまった三与吉。ここまで華麗に散財するともはや事業主としての潔さすら感じてしまいます。そうしてやってきた車両はリニューアルされたばかりの加藤のスーパーエクスプレスレインボーでした。相変わらず手だれた作業で三与吉が室内灯を取り付けていきます。そして無事中間車の4両に室内灯がついたというのは前回のお話。今回は加工の最大の見せ場である中間のステージカー、そして編成の両端を華麗に彩る展望車の加工をご覧いただきたいと思います。さあ2回にわたってずっとお送りしてまいりました三与吉のテクニックもいよいよ大詰め。一体どんな姿でスーパーエクスプレスレインボーが完成するのでしょうか。それではこちらをご覧ください。こんにちは、なゆきちです。今日の放送は前回の続きです。今私はちょっと近所のスーパーまで買い物に行ってお茶だのアイスクリームだのジュースだのいっぱい買い込んで帰ってきたところです。はい、今日はこれからこれらの商品の食レポと言いたいところなんですが、実は三与吉がまだ作業中でございます。そしてこのスーパーエクスプレスレインボーの加工はいよいよ大詰め。これから編成の両端の展望車や編成の真ん中に入ってくるイベントステージカーの加工をするそうなので、作業の方がどのぐらい進んでるのかな。もしかしたら私がお買い物に行ってる間に作業がしっかり終わっていて、あとはこれを食べて帰るだけなんてことになってるかもしれません。はい、それでは三与吉の作業の方を覗いてみたいと思います。ただいま。おー、来た来た。スーパーエクスプレスレインボーといえばこれですよ。これ展望車と中央のドームカー、これね14系だけど1両だけ12系なのね。そう、なんか河川検測車かと思ったけどそうじゃないのね。そうですね、これが真ん中のドームが特徴だよね。確か実際には実車は確かなんかそこでイベントステージとかイベントスペースになってて、全部の車両のコンパートメントとかね、そういうところにこう中継できるようになってた記憶があるんだけど、まあなんか今にして思うとすごい列車だね。いろいろ工夫されてやってるんですけど、一つの参考になれば、あるいはこれからやってみようという方はどんどん技術を盗んでもらってこれで結構なんで、まあ、とにかく内吉さ、これをバラしていくから、まずはこの展望車の方から 真上に LED を独立でつけます。あ、これ屋根段差になってるね。そうだから天井に LED チップを一つ貼り付けてで、外から LED 自体がほとんど見えないよ。おお。でも展望室は明るく照らすと。はい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 、それかっこいいね、実物みたいだね。うん、だからこれをねまずバラして、グランライトの一部を加工してつけていく。早速やってみよう。はいはい。
これ一両だけ12系なんだね、さっきも言ったけどね。そうなんでだろう、タネ車はなかったのかね、なんか予算の関係とかだったのかね。まあ、レインボーって出た時はもう JR になってからだったっけ。どうだったかな、だけどほら決してこう懐事情がリッチっていう時期じゃなかったもんね。まあしょうがないのかね、タネ車の関係でね。でも憧れだったよね、このピンクの車体にこうでっかくレインボーって書いてこうガーって窓周りこう車体にこう断面に合わせてじゃないけどこう丸く書いてあったの、あれかっこよかったもんね。模型としてはね、ずっと手元に置いておきたいよね。模型映えする車両だよね、この色はね。さあ、ということで始まりましたよ、三代吉の大加工。それでは視聴者の皆さん、三代吉の大加工、このパリピライトを組み込んだステージカー、また例によって時間を縮めてご覧ください。イエーイ、完成、ね、お、三代吉できた、できました。すごい、これにその特殊装備が入ってるんですね。です。おー、じゃあもうこれで7両揃いですから、はい、早速視聴者さんの皆さんには私に自慢して自慢して。はい、じゃあ組み上がりましたレインボー、早速、我が千賀さんのレイアウトの方で、走らせてみたいと思います。じゃあそれでは早速走らせてみたいと思います。スーパーエクスプレスレインボーの大加工でしたね。すごかったですね。手際良かったですね。そして案の定やっぱり失敗も見れましたね。はい、もうそのうち私タコ殴りにされちゃいそうなんですけど、なんかもうさすが、いやもうめっそうもございません、プロの風格。いやいや、とてもよく光ってます。あ、そっちじゃなくなくって、はい、
うん、どうでしょう、これでね見てまたね、真似してみようかな、こうしてみようかなっていう、うん、そういうね問い合わせとかもあればもうどんどん言っていただいて、じゃあ今回はこの辺で動画の方終了したいと思います。はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。今日も動画を見てくれて本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うん、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのはもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね、はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。